はい、皆様こんばんは。時刻は10時を回りました。雫未来風島未来記ですね。5月に入って、まあ、第1週目ですね。第1週と第3週に、お届けするようになりました。雫未来風島未来記、まあ、第3週目はですね、まあ、3月からちょっと変わったんですけども、大島講師という方に、まあ、沖縄が、実は日本の、まあ、日本と非常に大きな関係があるということで、まあ、歴史的な、ね、話を中心に、まあ、超古代史研究会という研究会 の、まあ、お話をしていただいている方なので、まあ、その方にお願いして話をしていただいてますが、第1週ですね、まあ、今日、5月の5日、子供の日ですかね、子供の日ですね。第1週目は私雫未来が、まあ、1時間ちょっとのほほんとした話をしております。で、まあ一人でね、野郎が喋るのはなかなか、味気ないということで、可能な限りですね、ゲストの方をお招きしてもらって、今日も、メイさん。久しぶりですね。はい、こんばんは、メイです。こんばんは。お元気でしたか？はい、お久しぶりですね。はい、元気ですよ。ね、連休ですか？お仕事柄。どうなんですか？はい、連休です。連休なんですね。はい、3日はちょっとお仕事ありましたけどね。はい、じゃあ、今日、明日、明後日、日曜日まで。はい、はい、休みです。お休みなんですね。はい。どこか行かれましたか？いえ、行ってないです。そうです。まあね、今日も1時間ですけど、はい、ちょっと私のいろんなよもやま話を含めた話にお付き合いくださればと思います。はい、楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この番組はですね、オフィスクリエイティブウィングプランという、創造の翼計画というですね、まあ、オフィス、これはまあ、私的オフィスなんですけども、あるんですけど、そのオフィスの提供と、それから何人かの方のサポーターのですね、ご協力によって、続けております。今週もね、できますことを本当に心から皆様に感謝いたします。はい、では今週もよろしくお願いいたします。はい、5秒前、4、3、2、1。はい、改めましてこんばんは。なんか自分の声かすれてますかね、ね、少しなんかちょっとなんか違いますね。自分でこうヘッドホンしてながら話をして、まあ、マイクからヘッドホン直接、大丈夫ですか？なんか少しなんか、ね、少し鼻声のような、なんか風邪をひいてる感じではないんですけど、ちょっと今日は声がハスキーに、ええ、こんな声でも、でも自分的にはすごい好きなんですよ。ねえ、また急に暑くなりましたね。はい、そうですね、ま、暑くなったり寒くなったりですね、うん、まあ寒くということはないんですけど、うん、ねえ、逆に体調管理も、ね、ね、ちゃんとしないと、逆に夏風邪じゃないですけども、そうです、ちょっと、僕は沖縄に来てね、13年になるんですけど、はい、来た当初、3年目くらいか、4年目ぐらいまでは1年中風邪ひいてました。ええ、1年中、すごいですね。ほぼ1年中です。うん、で、それがいつ始まるかわからないんですけど、うん、例えば冬に引いたりとか、うん、夏に引いたりとかして、うん、大体、まあ、1年中ってもほぼ、まあ、12ヶ月という意味ではなくて、うん、ほぼ、9ヶ月近く、うん、風邪を引いて、うん、咳がね、止まらなくなってたんですよ。え、どうしてでしょう？沖縄のなんか風土なり、空気なりに。ね、うん、それで、そのまま病院にも行くんですけど、全くな、うん、治らなくて、うん、ずっともう本当に死ぬほど咳をして、うん、で、
咳ってほら横になると出るの、うん、そうそうそう、ね、そうですよね。横に慣れなくて、うん、分かります。起きたままずっと夜その横になると出るので、また横起き上がって、うん、それを繰り返しながら、本当にわずかうつらうつらというその睡眠時間を繰り返して、もうヘトヘトに疲れたぐらいに、ようやくなんか風邪が治るというか、それをね、4年近く繰り返してたんです。で、まあ、何か目的があって沖縄に来たわけではなかったので、その、今日はね、ちょっとまあそういうちょっと不思議な話を少ししたいと思うんですけど、だから、沖縄に来て誰か知り合いがいたわけでもなくて、ただ、沖縄に、まあ、行きなさいというかね、行きなさいだね、来なさいじゃない、行きなさいという心の声を聞いたんですよ、ある時突然。はい、それで、沖縄に行こうと。もう行こうと言って、最初は抵抗したんですけどね、抵抗して、嫌だ、行きたくありませんというふうに。言ったんですよ。じゃあなんか誰かがなんか後押ししているような感があったんですね。でそのなんでね行きたくありませんって言ったのかは、まあ、今日の話ともちょっと関係あるんですけども、実は20代の頃、今はもう、はるかに昔になりましたけど、20代の頃に、慰安旅行でね、来たんですよ。6月のね雨季です、雨、6月ってまだ雨そうかね、ちょうど多い時期ですよね。でその時に沖縄に慰安旅行でね2泊3日だったかな来たんですよ。でまあいろんなとこ沖縄に来れば、まあ、必ず行くとこって、まあ、ほぼ決まってるじゃないですか、まあ、内地の人間が、沖縄に観光来たら必ず行くとこって南部のね、ああいう戦跡、あそこ行ったんですか。行ったんですけど、バスから降りられなかったんです。もうで僕はまあちっちゃい頃からそういうこう、自分の体調が、まあ一般的に言うといわゆる虚弱児というか、風邪をひきやすい体質だったんですよね。まあ一般的に普通のね、あれで言うと、だけど自分の中ではこうその何か得体の知れない、目に見えないものが自分に何らかのそういう働きかけをして、体調が崩れるっていうのは自分では分かってたんです、子供心に。じゃあね、かなり霊的にちょっと敏感なところがあるっていう。まあ、霊的に敏感っていうね、この言葉をこう、一般的、沖縄の人はでも霊的に敏感って言っても、ああ、ちょっとなんか違和感なくうなずいてくれるんですか。なんかね、よく、大体、沖縄で言う、ユタ、よく分かる感じなんですかね。ね、今は分かんないんですけど、結構なんかあるとちょっと病院ユタ病院半分ユタ半分みたいな。そうなんですね。私その話、ちょっと最近、その聞いてたら病院半分ユタ半分って、どっちが先なんですか。大体その調子が悪くなった時に、結構昔の方っていうか、年年いかれた方は結構ユタ、ユタに先に行く、行くのかな。病院に行くよりも先にユタに行く、でユタに逆に病院に行ったら、なんかユタに行ったっていうお医者さんもいたって聞いたことありますよ。じゃあうちに来る前に先にユタに行けとっていうか、いや病院に来てもいいけども、先にユタの方に行ってねという、いやユタにも行ってねと、そうそれ聞いたことありますよ。それでそのごめんなさい、僕ちょっと今日の話初めてなんでちょっと聞きたいんですけど、そのユタに行ったら原因は大体何だと言われるんですか。ね、やっぱりなんか先祖にこう、そう先祖に迷ってる人がいるの、あれが足り、まだ内神が足りない、内神っていうのは、そう足りないとか、なんか先祖にまだ、まあその成仏してない人がいると、だからちゃんとその人のね拝みを入れないといけないみたいな。お墓に行ったりとかするんですか。でしょうね、なんかユタの人を連れて。そうなんですね、でまあ僕はね、その子供の頃にそういうふうな、まあ、非常にこういつもいつもそのさっき沖縄に来た時にずっと風邪ひいてたって話しましたけど、いつもいつもそういう体調が悪くて、病院のお世話になってたんですよね、ちっちゃい頃小学校の低学年とか、それでだんだんこう大きくなっていって、でまあいろんなこうもちろん病院にかかったりもすることがあったんですけど、ある時から病院に行っても治らなくなった。
で小さい時に病院に行くと、はい、お医者様には何、はい、まあ、もちろん風邪って言われたんですか、はい、風邪、まあ虚弱体質ですよね、結局風邪を引きやすい体質というのって言われて、うん、まあ、ああそうなんだなと、うん、もうだからずっと冬は冬のね、自分の小さい頃の冬の記憶って、うん、病院に朝一番に行って、うん、先生がこう普通の なんて言うんだろう、普通の今みたいな病院じゃなくて個人のお家が病院なので、うん、非常に寒いね、こう畳間に、うん、いろりみたいな火鉢っていうのがあって、うん、そこにその、まあ、多分 その病先生の奥様だろうと思うんですけど、うん、火というかその炭をね、うん、ちょっと火のついた炭を入れてくれて、うん、でそれで先生が、うん、多分30分とかね、そのぐらい出てこない、多分時間がねすごい早く、バスかなんかの関係でその家から病院まで5キロか6キロあったんですよ、うん、でそのバスが多分1時間に1本しかないので、うん、その自分の母親がおぶって、まあ、ちっちゃい頃ですよ、おぶって連れて行ってくれる時に、うんうん、その最初にこのバスに乗らないと、うん、多分行けないというバスが非常に早かった、うん、時刻がね、うん、みたい で、うん、でそれでその病院に行って、こうその待合室、非常に寒い待合室の中で、うん、畳に座って、そのいろりじゃない、その火鉢に火を入れてくれて、うん、それにこう暖を取りながら先生を待ってるという、うん、なんか僕の子供の頃の原風景なんです。うーん、その光景がずっと浮かんでくる、うん、それで30分ぐらい待って先生がようやく出てきて、うん、まあなんかこう常連さんみたいな、あまた風邪ひいたんだみたいな感じで、うんうん、じゃすごく痛い注射をね、うん、今あまり注射って病院打たないんだってね、うーん、だけど僕ら子供の頃は必ず風邪ひいたら注射を、うん、お尻に打たれてましたね、うん、だから、まあ、それだけこうすごいこうちょっと弱々しい子供だったんですけど、うん、ある時から、うん、大学卒業してからだから22歳ぐらいから、うん、ちょっとこんななんかすごい話してますけど、うん、その体の状態が今度は、うん、そのなんて言うんだろう、こう頭が痛いとか、うん、肩が痛い、うん、腰が痛い、うん、まあなんかじいさんみたいな感じですけど、うん、その18とか20歳ですよ、うん、でまあ今覚えてますけど、サロンパスってあるでしょ、うん、今はこう塗るサロンパスが多いですけど、昔っていうか前はこう貼るサロンパスがほとんどで、うん、そのサロンパス一袋に多分20枚とか入ってるんだけど、うん、一晩でそれを全部体中に貼ってた、うん、貼らないと持たない、うん、それでこうなんかシップみたいな感じでその痛みを取って、うんうん、次の日の朝なんとかこう起き上がれるような、うん、そういう体質だったんですよ、うん、だからその沖縄に、来なさいというか沖縄に来なさい、沖縄っていうコロナ禍に出た時に、うん、そういうそのさっき途中で言いましたけど、そのバスから降りられなかった20代の頃の記憶が蘇ってきて、うん、絶対に沖縄には住めないと思ったんですよね、うんうんうん、それはその結局南部に行った時に自分が感じたものが結局こうそのさっき皆さんおっしゃったその霊的なね、霊的なものの中でそういうまあ良くないものというか、なんか非常にこう体を痛めつけるようなものだったので、絶対に沖縄には住めないと思ったんですよ、13年前のある夏の、うん、暑い夏の夕暮れだったですけどね、うん、で1年ぐらい粘ったんですよ、うん、行きたくないって、うん、だけどずっと沖縄に来なさいというか沖縄に来なさい的な、うん、こうなんていうのメッセージというか、うん、が消えなくて、うん、でも最後はもう観念して、うん、まあもう分かった、じゃあもう自分のね人生、うん、ちょうどまあ、これ個人的な話になるんですけども、うん、ちょうど奥さんが病気で亡くなった直後だったので、うん、自分の人生を次にどうしようかと思ってた、うん、ちょうどまあ40代の初めくらいだったのかな、うん、だから、まあ、だったらもういいやと、うん、
うん、多分住めないとは思うけど、うん、行ってみようと思って、うん、まずはね、うんうん、今度はちょっと、うん、降りれるかもしれないで思って、うん、沖縄に下見に来たんです、うん、で下見に来たのがその前の1年間に3回ぐらい下見をしたんです、うん、3回1週間は3回ぐらいかな、うんうん、で、本島を回って、うん宮古島を回って、うん、石垣を回って、うん、だいたい3回ぐらいに分けて1週間ぐらい安い、うん、今でも全部覚えてるんですビジネスホテルのね、うん、もう2500円ぐらいからかな、うん、1泊2500円ぐらいのビジネスホテルを掛け持ちして、うん、安いところを全部探して、うん、でその空室というか空いてるところを探しながら、うん、インターネットで予約して、うん、で2日間はここ、うん、で次はここというふうに、うん、だいたい1週間の休み工程の中で、うん3カ所ぐらいうん、ホテルを変わって、うん、安いとこばっかしね、うん、変わってそのレンタカーを借りて回ったんですよ、うん、どういうところ回ったんですかでもちろんずっとこう58号線を中心にして車で回れるとこそれからまあさっき言ったその南部のね、うん、そういう場所とか、うん、で回ってまあでもあんまり変わらなかったんですよその20代の頃に来た時のものとはね、うんうん、感覚的には、うん、だけどまあこれだったらなんとか住めるだろうと思って、うん、1年後に決めたんですね、うん、移住しようと、うん、その来なさいっていう声はずっと消えなかったので、うん、だから沖縄なんか縁があるんだろうなと来たこともなかったしあ来たその1回のねその旅行の時しか来たことなかったし、うん、その時の記憶ってなんかすごいこう固いステーキを食べさせられた記憶とそれから硬いステーキだったんですなん かあんま肉的にまあねそういう、うん、そういう旅行だからどういうメインのメニューか分かんないけど、うん、すごく硬かったステーキを食べさせられた記憶と、うん、それからすごく薄かったビールを飲まされた記憶があってこれってだから今で言うオリオンビール、はい、多分生ビールだったんでしょうね、うんうん、6月ぐらいだから、うん、だけどもまあ22ぐらいだからそんなにビールたくさん飲んでたわけじゃないのでだけど、うん、沖縄のビールってこんなに薄いんだ、だろうなと思いながら飲んだその記憶があって、うん、それでね決めて、うん、まあその向こうの内地の方の家を全部整理して、うん、で車に荷物を積めるだけ積み込んで、うん、そして何だったかなすごいもう最小限の荷物をしました全部ね、うん、ベッドからなんか全部処分しました、うん、ほとんどの家具、うん、処分して本も相当処分して、うん、とにかく最低限持てるものを持って、うん2000cc の当時マーク2だったかな、うん、マーク2に積み込んで、うん、それに入るだけの入るだけ積み込んでそれからその一番安い引っ越しのいわゆる荷造りがあって、うん、単身赴任用パックっていうのがあったんですよ、うん一つのコンテナの中にこれの中に入れば、うん、安いですよというパックがあったので、うん、でそれに積み込んでそれをまず送って、うん、でそれから自分は、うん、ずっと九州鹿児島の方まで陸路行って、うん、鹿児島から船に乗って、うん、夕方乗って次の日の朝着くのかな、うん、次の日の朝那覇港だったと思いますけど、うん、着く便で行ったんです来たんですよ、うんでまあ、もちろんその前にはその住む場所をその下見の時に最終3回目の下見の時に住む場所を決めて、うん、で、那覇のね、うん、国場というとこですけど、うんうん、決めて、着いたんですね、うん、それが40代前半そうです13年前ですね、うん、40代前半かな、うん、そうですねそれでねまあその時に、うんちょうど着いたの、出たのが7月、8月、7月か、うん、7月の26日に着いたんですよ、うん、覚えてるんですけど、うん、もう暑い、はい、背中に、ま、もう本当にもう熱帯夜でしたね、うん、で、着いたんですけど結局、電気がなくてまず部屋にだけ入れて、うん、で、荷物も何かの手違いか何か私が計算間違いしたか分かんないけど、うん、次の日にしか届かないと、うん言うんで荷物も何もなくて、うん、電気もつかない、うん、だから窓を開けて、うん、もうその
風は吹かないですけど、すごい窓暑い部屋の中で窓を全開に開けて、なんか想像するだけでなんかすごい熱風、そうそう熱風のね熱帯夜で、うんうん、それであの、懐中電灯かな、うん、で電球、だから懐中電灯を一つ部屋のこう床というか畳の前にコンと置いて、うんうん、で、まあ、台所が6畳ぐらい、それから6畳が2間あって、うん、襖があったんですけど、うん、であのその襖でずっとぼーっと夜、うん、その部屋に座って、うん、何もない部屋の中でぼーっとしてたんですよ、うん、そしてそのまあこういう話ばっかりちょっと今日はこういう話ばっかしになるんであれですけど ね、それでそのドアをね、うん、ドアというか襖を開けて、うん、あのずっとしてぼーっとしてたら、うん、あのこれはね夢なのか現実なのか、うん、いまだに理解できないんですけど、うん、3人のおじいさんが出てきたんです。わお、なんか怪談話になってきそうですね。怪談ではないですけど、ね、で1人はすごくこう帽子をかぶってらっしゃって、ちょっとこうなんか高貴なというか、うん、あの服装をしてらっしゃって、うん、2人両側のおじいさんはなんかこう沖縄の、うん、あの なんていうの、 あの着物みたいな男の人が着る着物を着てて、うん、で、あのその3人がこうゆっくり僕の方に向かって頭を下げて、うん、ようこそおいでくださいましたって言ったんですよ。おそれが本当だったのか夢だったのか、うん、それともなんか暑いからねぼーっとして、うん、その幻を見たのか、うん、分かりませんけども、うん、そういうことがあって、あ、来てよかったんだなと思ったんです、うん、でもその荷物が届いて、うん、とりあえず最低限のこう荷造りをしたものをほどいて、うん、第1日目というか1日目の朝、うん、起き上がれなかったんです。うん、やっぱりなんでかもうとにかく体が重くて、うん、それでもう必死に、まあ、その当時まだその来た当時で仕事も何もや、うん、もちろんやってなかったので、うん、時間だけはいっぱいあったんですけど、うん、起き上がろうにも体が重くてね、うん、起き上がれなくて、うん、で必死で起き上がって、うん、そのいわゆる沖縄ってほらお風呂でも、うん、あの浴槽がないじゃないですか。浴槽がないとこって多いですね、うん、古いアパートというかね、うん、かシャワーがあって洗面台があるだけ、うん、もうトイレは別だったんですけどね、うん、でその洗面台に鏡があって、うん、もう必死の思いでこう変わろうと思って、うん、ふっと鏡見たらね、うんうん、自分の顔がゾンビみたいになってたんですよ、うん、だから出たじゃないけど、すごいあれ、俺自分の顔ってこんな顔じゃないよなと思って、うん、でも自分の顔がこうなんか生きた人間の顔をしてなかったんです、うん、その時に初めてというか、うんうん、ああ間違いだったのかな、来たというふうに思ったんですよ、うんうん、だから僕のその沖縄の生活はそういうことから始まってるので、うん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 、結局その目に見えないもの、その最初の20代に起きたその自分がもともとその霊的に敏感というかね、メイさんがおっしゃった、うん、結局沖縄ではその霊的に敏感というのはそんなにこう、うん、あの変な目で見られないじゃないですか。そうそうそう、普通の、ね、なんか高生まれしてるねみたいな、そうね、だからそういう高生まれ的な、うんこう、まあ、高生まれというのがどういう意味を示すかよく分かりませんけど、うん、結局そのユタというかね、うん、ユタ修行するのは高生まれとか言いますよね、うん、でそういうふうな、自分はそういうそのいろんなものがこう影響してくるというか、うん、ちっちゃい頃からの自分の体調とかをね、うん、見ると、うん、すごいなんかそういったものが強くて、うん、なんか自分はちょっと他の人と少し違うなというか、うん、あって、うん、例えばその誰かに会ったりとか、うん、どこかに行ったりとか、うん、した時に、うん、あの体調に異変が起きるんですね。うん、顔がねパンパンに腫れたりするんです、うん、それとか肩がすごく重たくなったり頭が痛くなったり、うん、後々いろんな勉強をしてみるとその、うん、まあ、いわゆるこう憑依という言葉が正しいかどうか分かんないけど、うん、なんかね、その、ね、不浄物をその迷ってる人が助けを求めて、
来てるという話をいろんな形で聞いたんですけど、うん、でもその時は分かんなかったから、うん、自分ってなんかとんでもないこう生まれ方をしてしまった、なんか他の人とは違うんだな、他の人が快適に何度こうね、うん、感じない時に自分だけが頭が痛かったり、うん、顔が腫れたりとか、うん、そういう体の不調和が起きて、うん、それをねずっとこうそれとなんていうの、それとこう助手席にいながらずっと人生 の、 その前半戦というか、うん、生きてきてたんですけど、うん、実はですね、まあ、今日ごめんなさい、前置きがすごく長くなってしまったので、今日はその沖縄の、その沖縄ってユタと言われてる人たちが多分何人ぐらいいると思います？何人？例えば沖縄全体に今、うん、何人いるんだろう、何百人で聞きますかね、聞かないか、何千人いるか、いや何百人とかはいるかもしれないですね。何百人いますよね、うん、でその人たちは結局そのさっき、病気半分ユタ半分というのがあったみたいに、うん、大体そのユタ街というんですか、僕が聞いたのはユタ街という言葉を聞いたんですけど、うん、結局一人の例えば何か悩みがあった時に、うん、大体3人ぐらいユタを、うん、ユタの知り合いがいると、うん、それでその何かを聞いて、一人まず一番目の人で聞いて、うん、ああ、こういうことですよと、その原因はね、なんか不調とかいろんなことが、うん、問題が起きた時のトラブルの原因をこうですよと聞いて、うん、そして次に二人目の人に行って、うん、また聞いて、うん、それから三人目の人に行って聞いて、うん、大体三人の人に、その、まあ、多分同じことを聞いて、うん、大体その三人の人のこう共通項じゃないけど、うん、まあ、平均的なものを、見て、うん、あ、自分の一つのこう問題をこう解くための、うん、まあ、ヒントにするというか、うん、そういうふうなことをね、うん、まあ、沖縄に来てから聞いたことがあるんです、うん、でもね、3人が同じことを言ってくれると分かりやすいけども、はいはい、まあ、違うこと言うと余計迷いません、迷いますよね。まあだけどその沖縄の人はそういうこうさっきのお医者さんじゃないけど、うん、病院に来る前にユタに行ったねというその、うん、そういうこう一つの、うん、まあ、風習じゃないけど、うん、それがごく自然になってるじゃないですか、うん、だからその辺のところはその沖縄の中に流れてる、うん、そういうこうスピリチュアルなというか、うん、沖縄がよく神の島と言われてるような、うん、ものっていうのは、うん、まあ、今の沖縄の表にはそんなに出ないでしょうけど、多分人それぞれ何かあった時に、うん、あ、ユタに聞いてみようね的な、うん、なんか ね、うんうん、ね、流れが結局病院行ったけども、うん、なんか原因がわからないとだと思うんですよね、うん、そういう時はじゃあみたいな、そうなんですね、うん、それで僕はね、実はその20歳の時に、うん、自分の母方のおじが、うん、そういうなんていうの、仕事というか、うん、ちょっと不思議な沖縄でいうと屋敷女神というらしいんですけど、うん、そういうことをやってたそのご夫婦でね、結構もう60代超えてた、うん、もう年配の人だったけですけど、うん、その屋敷女神の仕事というかそういうことをやってらっしゃったんですね、うん、で僕がたまたまその体調が悪い時に、うん、そのご夫婦がうちの家のその屋敷女神っていうのをするために、うん、僕朝起きたら、うん、その人たちが準備をしてたんですよ、いろんなその、うん、線香とかね、うん、お供え物、お米とか、うん、乾物とか、うん、いろんなものをこう半紙、習字で使う半紙ですね、紙に、うん、並べて、例えばこれをどこと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 どこにお供えするみたいな、うん、なんかいろいろこうごちゃごちゃやってたんですよ、その自分が起きていったらですね、うん、それでたまたま自分の体調の話を、うん、ちょっと調子が悪いんですみたいな話をしたら、うん、その、まあ、おじさんですよね、うん、おじさんがこう、うん、なんか目をつぶって、うん、じーっとこう静かに僕の方を見て、うん、あなたはそういうふうな生まれ方をしてるねって言われたんです、うん、そのさっき、まあ、高生まれという言葉は多分使わなかったけど、うん、でその時に初めてそういう、あ、自分のその体の原因が、うん、そういうふうな世界の中からの、うん、まあ、一つの働きかけというか、うん、で起きてるんだなということを認識し始めて、うん、実はその、おじさんの先生がね、うん、北九州にいたんです、うん、でその先生が、うん、なんかあります？おばあ、
おばあで宮古島出身の、うん、もう名前は出しても大丈夫だ、平さんっていう、うん、おばあがどういうわけか知らないけど北九州の八幡というところにいらっしゃって、うんうん、そのお家、うん、まあ、今でいう市営アパートですよね、小さな本当にすごい小さな部屋間取りの市営アパートの中に、うん、そういう神棚、うん、大きな神棚を持たれて、うん、そういう仕事をされてたんです、うん、でそこに連れて行かれた、うん、でその時にそのおばあが、うん、私を一目見るなり、 あなたはそういう生まれ方をしてるから、うん、そういう人生を送らなきゃいけないよって言われた、うん、そういう人生のよく分かりませんけど、うんうん、そので、20代の頃のから何年かな、かなりの年月、うん、そういう修行をさせられたんです、うん、だから僕にはその宮古島のおばあが、うん、結局その20歳ぐらいの時に言ってくださった、そのあなたはそういう人生だから、うん、そういう中で生きていかなきゃいけないよというふうに言われたことが、自分の中の人生のこう、なんて言うんだろう、自分にとってのなんか、あ、自分の人生って普通の人と違うような生き方をしなきゃいけないんだなというふうに自覚して、でそれから沖縄でいう、ひぬかん、台所にありますよね、ひぬかんっていう神様の名称は内地では三宝光神って言うんですよ。三つの宝の荒い神というふうに書いて、それで、まあ、いわゆる台所の神様なんですね、ひぬかんというのと一緒で、でまずそれをその祭りなさいと、台所、その神様のこう何ていうの、香炉を置いて、それからそういう御幣みたいな、なんかそういう神様を司るそういうあれを置いて、でそこで迎えなさいと、神様をまず、ひぬかんってその神様を迎えて、そしてその次に僕はそのいろんなところに行ってお願い事をして、自分の家に自分の神棚を持たされたんです、ちょっと不思議な変な話ですけど、それをずっと若い頃ね、やってきたので、沖縄でそのこういうふうな生活をしていく中で、その いわゆるその、まあ、ユタさんというか、そういう人たちがいるということに対しては全然違和感がなかったんですよ、そういうふうな、からその自分の体のその体質も含めて、沖縄に来て、沖縄に誰か分かんないけど沖縄に来なさいというふうに言われて、そして沖縄に来て、その大変な、あ、ここに来て本当に良かったのかなというのを感じながらも、沖縄の中でそういう、こう不思議なというか、自分の体に感じるものを通して不思議な生活を13年間してきたんです、だからもう今こうやって神風島未来記という、ことをやって、その沖縄のアイデンティティをね、取り戻すためにという、まあ、ラジオをやらせていただいてますけど、僕の中での出発点は結局そういう、まあ、自分のこう生まれというか、決してその高生まれ云々というのがどういう意味か僕にはまだ未だつかめませんけど、ただ他の人と違うのは、その目に見えないものを自分の体が、引き寄せるというか、なんて言うんだろう、その場にあるものを自分の体が感知するというか、そういうふうな、生活をね、してきて、で沖縄に来て、まあ、こういう今こういうで、今日はまあそのユタの話を、ユタというかそういう話を、まあ、するためにちょっと自分のそういう人生のちょっとした流れを、まあ、話せばこの時間多分何週もやってもこういう話は終わらないんですけど、そういうちょっと不思議な話をね、最初にちょっと取っかかりとしてしたんですけど、ちょっと一曲かけてもいいですか？ごめんなさいね、自分で喋りたいほど喋りましたけど、なんかちょっとね、でもね、今スピリチュアルなこととか、そうですね、さっきね映画で、前世の話だとか、ね、ありますよね、結構ね映画でありますよね、そうですよね、じゃあちょっと一曲だけ曲かけましょうね、
次を指したままで止まっていた。ああなぜか胸が高鳴る。南へ行くかタイムラグ北へ行くか君は北の街にいて僕はここにいる。タイムラグ気分色のタイムラグ恋一つ指で強く弾いて空へ投げ上げる。キラキラ回りながらスローモーションで佐田正史。はい、佐田正史さんのですね、時差青空25°C という曲をおかけしました。うん、まあ今ねちょっと非常にこうしょうもないといえばしょうもない話かもしれませんけども、うん、ちょっと僕の少しだけ自分の人生の話をしたんですけど、うん、この風島未来記という番組は、まあ、いつも聞いてくださっている方は猫の大吉さんありがとうございます。さだまさしです、ね、うん、昔の歌ですよ。かなり声がまだ非常に綺麗な透明感のある、もう今とはもちろん綺麗ですけど、でその、まあ、話をねしたのは結局沖縄に流れてるその空気というかいうものが、おめえさん沖縄はね沖縄出身で沖縄生まれだから、うん、その辺のところはすごくこうごく自然に、うん、持ってらっしゃると思うんですけど、うん、こう外から入ってきた人間にとっては、うん、その非常にその沖縄を流れてる、うん、結局ユタならユタという方々に象徴されるような、うん、霊的な文化というか、うん、スピリチュアルな世界というものをどう受け取るかによって多分沖縄を好きになったり嫌いになったりする気がするんですね。うん、だから僕はその自分が若い頃にそういう宮古島のおばあに出会って、うん、自分の人生というかあなたはこういう人生を生きなきゃいけないよと言われた、まあ通りにとは言いませんけど、うん、そういうふうな一つの流れを見せてもらって、うん、で沖縄になんか、まあ、引っ張られたというかね、うん、ある時突然いきなり引っ張られた感じで、うん、ビヨーンという感じで沖縄にこう引っ張ってもらった、うん、でそれで来てその沖縄のさっき言った霊的なものの良さとそれからまあ悪さと言ったら極端だけど大変さも学ばせていただいたんですけど、うん、ただこの沖縄のルーツのね番組を始めようと思ったきっかけの一つに、うん、そのユタという人たちが今いるということは昔もいたかもしれない、うんうんうん、これがまあそのいわゆる琉球という名前を付けられた1372年という時代よりももっと昔からこのユタに象徴されるようなそのスピリチュアルなものを受け取っている人たちの流れというかがこうずっと続いてたというふうに考えるのはごく自然ですよね。うん、で、これってユタって使命なんですか？例えば自分の後を継いだりする人っていうのは指名していくんですか？ねえ、ごめんなさい、私も詳しいことはちょっとわかんないです、うん。高生まれとかさっき言いましたよね。うん、高生まれというのは結局 あなたは高生まれだねって見抜く人がいるんですか？ユタが見抜くんですか？ねえ、見抜くんでしょうね。なんかそれで、うん、まあユタ修行みたいなのをするんでしょ、うん、でまあ僕はそのユタもちろんユタではないけども、うん、そういう修行をちょっとだけして、うんうん、で、まあ、修行っていうのは僕の場合はそのなんか自分の体を守るために修行した感じなんですけど、うん、そのさっき言ったいわゆる沖縄の一つの歴史をずっと水脈のように、うん、
つないでるユタがいるんじゃないかなというのが、うん、僕の一つの、うん、沖縄に対する何て言うんだろう、うん、光というか望みというか、うん、だったんですね。うん、猫の大吉さん沖縄好きと聞かれた正直答えるのは、うん、そうですよね。それは僕もそう思います。沖縄で13年生きて、うん、沖縄は好きです、もちろん好きですというのもありますけど、その反面もあるのですごく難しいんですよね。うん、でその沖縄の歴史を語り継いでる、いわゆる表に出ない歴史を語り継いでるユタの人たちがどっかにいるんじゃないかなというのを、その、沖縄に来た時からすごく思ってて、うん、で、まあ、今日はそのもう時間もだんだんあれですから、僕のくだらない話をずっと聞いてもらってたんですけど、うん、その人にね、うん、出会ったんですよ、うん、沖縄の歴史を知ってるユタ、うん、ユタっていうの、ユタっていう言葉がね、自分あんまりこう使いたくない、なんかユタっていう言葉、うん、こうね、まあ、過眠中という言葉とイコールかどうか分かりませんけど、うん、で沖縄はどうやって生まれた島なんだよ、沖縄はこういうふうな歴史を持ってるんだよということを、うん、神様から教えてもらったというふうに言われる、その過眠中にね、うん、出会った昨年ですけど、まあ、これは放送の中で少し何度かしたことがあるんですけど、うんうん、でその人はまあ本当にこう見た感じは非常に優しいおばあ、うん、おばあに見えたんですけど、年を聞いたら僕より年下だったので、うん、おばあという言葉を使うのは本当に失礼な、うん、あれだ、自分の方がおじいなんだなと思って改めて思ったんですけど見た感じは本当におばあなんですよね、うんうん、でその方とずっと話をして、うん、沖縄というのはこういう歴史を実は持ってるんだよという話を聞かせていただいて、うん、でね、3万年ぐらいの歴史があると、うん、言われたんです、うん、3万年の歴史が沖縄にはありますと、うん、でそれを神様が教えてくれましたと、うん、で僕はすごくそれはね、自然にあそうなんだと思って、うん、その受け入れることができたんですよ、うん、で沖縄という島がものすごく長い歴史を持ってる島なんだろうなというのは、うん、一番最初から沖縄に来る前から、うん、自分の心の中ではあったので、うんうん、そのいわゆる1372年という沖縄が琉球というね言葉を、うん、いただいたというか、まあ、中国当時の民だったかな、うんうん、がつけたという、そのそこから沖縄は琉球だと言われて、その昔の記録が何も残ってないので、うんうん、それ以前は原始琉球とか古琉球とかね、うん、言われてるみたいなんですけど、うん、でもその前ずっと沖縄がつながっていた、うん、そのこうなんていうか流れと、そのさっきそのユタさん仮眠中が言ってる、うん、仮眠中がずっといて、この沖縄の代々、うん、その沖縄の正当性というか沖縄の一番重要なものを、なんか目に見えないところから目に見えないところへ受け継いできたということに関しての、うん、なんかその自分なりの答えが、ね、その仮眠中に出会わせていただいて、うん、分かった気がするんですね、うん、で、まあ、その方もすごく体が弱いので、うん、いつだったかな、3月ぐらいにお会いした時に、また会いに来ますねって言ったら、私の体が持てばねとか言って、ちょっと笑いながらおっしゃって、ちょっと何ヶ月も入院、1ヶ月2ヶ月ぐらい入院なさってたって話を聞いて、まあ、それでもその方のこうなんていうかな、その優しさというか、うん、結局人間的な包容力とかそういうものを超えた、なんかね、神様のこう懐に、抱かれてるような、抱かれてるような、そういったものを感じさせていただいて、うん、まあ、その方にいろんな話を聞いたんですけど、まあ、これはもちろん荒唐無稽な話もたくさんあるし、うん、でその方に、その方が言うには、その僕もやっぱり、僕はなんか昔その過去世というものがあるのならば、うん、一度沖縄に来てると、うん、で沖縄でその今でいう寺子屋というか、うん、子供たちになんか学問を教えてるようなお坊さんみたいな役割で来て、うん、であちこち動き回ってると、まあ、歩き回ってるというふうに言われたんですね、うん、だからまあそれがまあ事実あれでどうであれ、うん、自分が沖縄に対して感じたそのノスタルジーというか、うん、言ったものはやっぱそこから来てるのかなというふうにも思ったんですけど、うん、そういうその沖縄の真実を知ってる人たちが、うん、まあ、その
そのおばあ以外に、うん、多分沖縄にいるだろうし、その人たちは、うん、多分その人たちに接する人たちにしかそのある種の事実というか、うん、真実をこうつないでいけない、うん、いわゆる一般的に世界外の世界に出て、うん、何かをつないでいくタイプの人たちではないからね、うん、だから、まあ、その彼女も言ってたんですけど、今の沖縄県民の90数パーセントは、うん、その真実を知らない、沖縄の歴史も知らない、うん、沖縄が本当にどういうふうな歴史的な、うん、あの意味を持ってるのか、うん、でこれはこの番組で、まあ、今日第1週ですけど第3週にその大島講師という方が話をしてくださってる、沖縄は日本の源流にあると、うん、そのものとやっぱりシンクロしていく、うん、同調していくんですけども、うん、ただ今の沖縄県民はそれを知らないし、うん、まあ、ある種関心がないし、うん、そしてこうそれに対してまあ反対というかそういうのを認めない人たちもいると、うん、だから今の沖縄は、まあ、そのおばあの口を通して語っていただいた言葉を使うとすれば、今沖縄はもうダメですということをね、うん、静かにおっしゃったんですけど、うん、僕はその沖縄、この沖縄があの未来を開いていくためには、うん、この沖縄の歴史というか、うん、そのおばあが言った、まあ、3万年というのはね、うん、途方もない時間ではありますけど、うん、そうじゃない意味での、うん、もっと長い歴史が日本の、日本という国の成り立ちに関係している沖縄であるということを、うん、できるだけたくさんの沖縄県民の人たちに知っていただきたいと、うん、でこのいろんなお話は第3週で専門的に、うん、あの大島講師がしてくださるので、うん、僕はその中継ぎをね、うん、してるんですけど、うん、そういうことに関して、メイさんどう思われます、うん、もうちょっと時間もいいと1分ぐらいになりましたけど、うん、でもスピリチュアルなことに関心あるかないかって言われると関心あるんです、うんうん、ありますあります。それは例えば具体的にどういうこととして関心があります、うん、っていうか私が、いくつだったかな、おばあちゃんが亡くなったんですけども、はい、20代、はいはい、20なる前かな、はい、19ぐらいだったのかな、はい、でおばあちゃんが亡くなったんですけど、はいはい、そのおばあちゃんが私が寝ているそばに出てきたんですよ、うんうん、ひざまずいて、はいはい、それをもう私は見たっていうかもう、うん、亡くなってるっていうのを理解した上で出てきた、そう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 、あれおばあちゃん死んだけどな、うん、みたいな、で話かなんかしたんですか、もう話しないけど、うん、ただもうひざまずいて、うん、優しく見てる感じ、そう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 、うん、そうなんですか、うん、それはっきり見たので、うん、だから私はじゃあ信じるか信じないかって言われると、はい、信じます、信じる、沖縄でも信じる人の方が多分多いですよね、うん、こういう世界のことに対して、うん、まあ、にらいかないとかいう話もあるし、うん、沖縄のもちろんアイデンティティの元になっているものってあるとは思うんですけどね、うん、そうですね、うん、ごめんなさいね、ちょっと時間が少し過ぎたので一応コマーシャル一回入りましょうね、はい、はい、10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、はい、あっという間に1時間ね、めいさん過ぎましたね、うん、ちょっと僕はずっと今日前半いろんなちょっと、うん、話をしたので、はい、めいさんにいろいろ語っていただきたい、スピリチュアルな今日はねお話でしたね、でも
なんかね、うん、僕がやっぱりその沖縄のその未来に対して自分の雫未来という名前と重なるんですけど、うん、この未来をこう見ることができる、うん、自分がこう見たいと思う未来を開いていくことができる可能性っていうのは、この霊的なものの中にある気がするんですよね、うん、だからさっき今あのみーさんおっしゃった自分のおばあちゃんがね、うん、こう肉体から離れて、うん、一見一般的には死ぬということは何も消えてしまってね、うん、その機能が、ね、動かなくなるということですけど、うん、実は魂が動き出してもっと積極的に動き出して体から抜けていくという、うん、でその魂はそのままその本人の姿もちろんとして残るという、うん、まあ動くというかね、うん、霊界のように帰っていくという、うん、未来界のように帰っていくという発想ですけど、うん、なんかそれをね、うん、こう一番こう守り続けてる、うん、それからそれがなんか一番沖縄の持ってるこうアイデンティティを証明する、うん、示すためのものじゃないかなというふうに思うんですね、うん、でまあ猫の大吉さん、沖縄の歴史や風土、沖縄人の気質は内地の人は内地の常識とはかなりかけ離れすぎて、うん、そのギャップもちろんそうですね、私もそう思います。だけどなんか今言われてる沖縄の気質というものとなんか違う沖縄が僕の中にはいつも見えるので、うんうん、これあの前あのひなさんという女性にも聞いたんですけど、うん、沖縄ってやっぱりこの数年変わりました、そんな感じしますか、うん、沖縄のこう空気というか空気が、うんうん、もっとなんか、まあ、古き良き沖縄じゃないけど、うん、そういうものってあった感じします、あった、うん、そのなんかひなさんという人に聞いたら、うん、その沖縄を流れてる空気はここ多分10年とかぐらいで全然変わってしまったっておっしゃったんですけど、めいさんそう思いますか、それはそうは思いませんか。でもね、少しずつは変わっていってるかなっていうふうには、うん、はい、こう なんというかな、うん、一般的にその沖縄をこう内地に出すときに非常にヒステリックな反対のね、うん、基地反対米軍反対という、うん、なんかそういう映像とかそういう音声が出るじゃないですか、うんうん、でもほとんどの沖縄人ってそうじゃないですよね、うん、だから、まあ、そういう極端な思想を持ってる人たちがやってるだけであって、うんうん、ほとんどの沖縄人ってもっとなんか穏やかでね、うん、柔らかい優しい、うん、それがもともとの沖縄を流れてるこう一つの空気なり風だったような気がするんですけどね、うん、どう思いますかね、うん、ちょっとね、時間も残り少なくなってしまって、今日はね本当僕のちょっとしょうもない話も言い過ぎたので、うんうん、あのまあ次週ですね、うん、第3週目また素晴らしい話が聞きますので、うん、あのぜひよかったらその時でもねまた一緒に遊びに来てくださいね。わかりました、はい、今日はあのね、うん、メイさんに一緒に話をちょっと相槌聞き役としていい、来てくださって本当にありがとうございました、うん、はい、はい、また来週あの再来週ですね、はい、皆さんぜひ聞いてください。猫の大吉さんありがとうございました。ありがとうございます。心から感謝します。綺麗でしょ、うん、このぐらいのね、さだまさしさんはさださんの声めちゃくちゃ綺麗なんですよ、ね、この年代のね、うん、アルバムはね本当にもうどれ聴いてもこんな綺麗な声ばっかりです。